TRG ラジオ。こんにちは、リプテンです。はい、ミキです。アゴザンです。ヨルです。ということで、22日ですね、11月も。11月22日。はい、まあ撮影は、9日なんですけどね。まあね、ちょっと早めにいろいろ撮っちゃうということで、はいはい。今回は、はい、まあ、そんなにあの丸々もしないのと、うん、コメント返しもない。ない、ない。ということで、ね、まあいろいろ喋っていこうや。おしゃべりなんですけど、その提案はまた今度。また今度貯めてこ、なくなったら困るからネタをちょっと貯めといてね。そうそうそう。ということで、はい、18、19、20、21が、まあ、投稿されたわけですよ。22ってことは、うん、ってことはですよ、ひとまず18は、これはどっちだ、じいさんだ。13階段のやつだ。あー、あれか、ミキと俺とじいさんでやって、じいさんがプレイしたあの怖い話の有名な13階段。マゴダンを知ってるでしょ、うん、知ってるんだよさ。本当知らん。あれね、内容を聞かされたら、あああれかってなるぐらい有名っちゃ有名、うん、でも名前は知らなかった。まあその手相で有名な島田さん、まあね、元笑い芸人の号泣っていう方なんだけど、その人が話してたやつで、それがなんかフリーゲームになったってやつの、まあ、シャープ1ですよ。うん、一日一日ね、札を見つけては怪奇現象にそれでビンタするあれ結構ね、あれ結構ね、精神的に追い詰められてたね、じいさんがね。じいさんがね。いやあれは見ててね、いやいい気味だと思いました。はい、ということでね、あの11月こう月曜日ね、4、11、18、25って、うん、じいさんサイコブレイク、じいさんサイコブレイクで来てんのよ。多分12月もそのペースいくから。すごい、まあ、それだけ聞くとじいさんが最高。まあ、じいさんもちろんブレイクしてるよね、なんか、ね。もちろんじいさんはブレイクしてるから。じいさんが最高なんでビデオブレイクしてる。まあこれじいさんもあの精神削られるけど、ねるさんもだいぶ削られてるから。そうだね。頑張ってもらわないと。で、あとあの最高ブレイクをクリアしたら、はい、あのノーマルでクリアするまでを多分やると思うね。生でね。生放送で。ねるさんが。いや、いいよ全員で。ノーマルだからノーマルはすごい楽なのよ。もう敵に見つかったってもうバーンってやれるぐらい余裕だから。もうね、ネルさんからするとね、ダメージ食らえんの、うん、めっちゃ楽じゃん。ただ基本的にあいつもの用下からバーンバーンってくるやつも、やったあいつ序盤であんなの出てこないから普通ということですよ。扉開けたら出たもんね、うん、はって言ったもんね。であのじいさんも多分できるときに来れるときにじいさんが入れる時間でいいから、多分ね8時間とかで終わると思う普通。うん、だからそれを5人でね、5人でやると、あの1人2チャプターずつぐらいで、一番最初のチャプターが一番楽だから、苦手な人まずそこじいさんじゃない。じいさんだな、当てるとしたら。うん、でどっか厳しいなと思ったところをねるさんか、こっちかリプテンにやってもらってって感じですね。そうですな。ネルさんがその厳しいところをどれだけすげえ楽って言いながら行くかが楽しい。そうそう、あー気持ちいい気持ちいいってなってあの汁あの汁ってプシャー。まあということで、はい、18はじいさんの13階段、でね、うう火曜日はねどうしたなんか盛り上がってきた食堂が。19はまあアホさんのやつ、はい、まだ何投稿するかはまあ、あもう編集してますから。決まった。あもうそのまんま、あスーパーバニーマンのくるくるバーンってなるやつね。くるくるバーンチョーンってやるやつを、またね19日にも、てか11月は全部、うん、はい、スーパーバニーマンバニーマンやるんで、スーパーバニーマンね。さあということで火曜日はスーパーバニーマン、はい、スーパーバニーマン。で水曜日なんだけど、はいはい、これは PSO ですよ。 PSO、まあ、ネルさんとこの時にはですよ、彼ももう140レベル、てかもうすでにもうちょっと終わるのよ。で、ついでに言うと頑張ったんだよね先週2人で。結構そうね、野田そう野田中華俺旦那で行って、うんうんうん、この人行って2人でアンドロイドの状態でギックって星に何度も行ったの。封印野田中華合計で25回ぐらい行ってるよね。周回だから1レベルだったら上がってるもん。そう酸っぱくなるぐらい辛かったのよ
もうずっともうあの後半何も喋ってないみたいな。そうか、レアなんかレアドロップあったっけ。そう、それは何も取らずに、何も取らずに取った取った取った、ね、取りながら、ね、でもうダメだこりゃっつってあれツイッターに上げたのはあれ違うんだ、あれは別、あれ別か、自分のレベルアップのためです。あ、そうで、ひとまずこう20は、まあ、ネルソンもレベルアップね、うん、終わり140、あと5周で終わりよ、リック周回5周なんて楽なもんよ余裕余裕あと5周。そうで、あの明日やるで、12月は、はいはい、4日の日かな、4日の日がハコさんのレベルアップがもう終われば、はい、で18がミキが終わればって感じだね。まあ、この後間に合うんで、この後頑張って、この後頑張る、で80レベル上げ頑張って、あの目標やるなら俺出してレベル150 、うん、でもし余裕があれば155行こうかなって、俺と同じくらい、うん、できればそうしてほしいね、思ってるから。そうするとだいぶ助かる。で俺その間に旦那をできるだけ開ける、だからラーメンメモリーカードをいただく感じになるね。それはもちろん旦那パーリーできるからそう、あのやっぱり、ね、するかもしれないけど、リフテンと俺メモリーカード別の方が良かったなっていう。まあだってもうしょうがないよ、 4,5 年前の話だから。そうだね、だって当時だぜ、当時 4,5 年前ってさ、うちらいくつよ、だってまだ高校生とかでしょ、6歳とかだったよな。何言ってんだよできなかったんだよ、だって所詮ね、所詮ゲームキューブですばい。ゲームキューブってデータのコピーはなんか物によってはできたけど、うん、ね、めちゃくちゃ軽いやつじゃなきゃできなかった気がする。そう、キャラコピーできないんだよ、そういうの禁止されてるんだね。キャラコピーできちゃったら、ね、メモステごとにとかできないんですかね、うん、まあ、それは PSP とかの時代だダルビッシュもう完璧に言ったらキャラの複製が何体でもできるっていう状態になっちゃうから、それが良くないからね。そう、アイテムがあってことだね、うん、まあ、ということでネルさんおめでとうということでね。さあ木曜日ベイオハザードですね。ベイオハザードです。ハザード編集もちょこちょこ頑張っております。チャプター3ってどこだ、ヘビだっけ。ヘビってもっヘビじゃない、ヘビね、第一段階ではねもうすでに戦って、うん、戦ってた、まあ、編集段階ではもうと終わって、うん、ちょっと待ってね、あのヘビさ厄介だよね、すごい体でさ流されるの、そうめんどくさいのよ。図書館みたいなところで戦う、あのねワンはね違うの、なんかね、そこで戦わないのよ。あれ？なんかね、モノキリメイク版、それは。それリメイク版か。モノキっぽいとこだよね。モノキっぽいとこだから。そこで戦ってんだよ。あれじゃない、得意になるやつじゃない。そうか、なったよ。うん、なった。めっちゃ、今、あれ、もう出てるっけ、もう。何が？もうその、あ、もう出てる。バイオ自体は。バイオ自体は投稿されてるんだけど、うん、ね、ヘビと戦うのはね、ここだね、28。まだだね。あ、ごめんなさい。シャープ3は、あのタンクが出てきた場所ね。うちらは別の場合はカラスがいるとこでこう順番にこうボタンを押していく、ああ、壁画のね、リフティングサンドイッチになったと、そうそうそう、まあですね、はい、結構ねバイオハザードも編集順調でね、まあできれば、今ここだから、まあ、来週ぐらいにまた手をつけて、うん、できればもう潤滑一気に終わらせられればね。そうね、まあ、ここのここら辺でここら辺で終わらせられれば、まあうん、って感じね、おじいさんからもらったこれがあるから、うん、テイルズも手つけなきゃいけないんだけどね。そうなんだけどね、いやもうじいさんにバイオが全部終わってからじいさんにもちょっとあれだな、なんかおごらないとな、いい加減1月あたりにさ、うん、誕生日だからあの人もうさ、じいさんは家がいいらしいから、うん、全員じいさん家がいいんだって、ほしい、そっか、家でみんなでご飯食べたいってよく言うもん、うん、外で行くよりいつだっけ、4月6日だっけ、あの人 29か、あ、そう29だ、はっきり言うなに知らないって、俺も知らないけど、何枚くらいしか知らないの29、楽しいこと言うなよ、俺ニック以外全員覚えてる以上、俺人の誕生日覚えられないんだよね、俺ハクさんの誕生日と自分の誕生日忘れたからでっかい1月29でしょ、3月11日でしょ、で6月5日でしょ、12月26でしょ、で12月の15でしょ、12月の21でしょ、で5月25でしょ、一応覚えてる。おやさんの誕生日は、おやさんの誕生日覚えてるけど言いたくない、大手12月の14ですね、はい、はい、ということでまあこういう感じでいろいろ投稿されて、まあ、来週の段階でももうね、あのホラーの方と現在この9日分的にはミキのところと月曜日はもう終わってるのよ、うん、はい、はいはい、まあハコさんの方はねちょっとあの大変なんだよね、正直時間帯が毎回だからね、うん、あの今の時期ってあのニックも言ってたけど、あのいつもは1時間あの
日本から1時間遅れの真逆な、まあ言えば20、うん、じゃあ11時間住んでるのかな、うん、って言った方がいいのかな。 1時間遅れってこと。そうだからこっちで9時だったら向こうが8時と。そうよ、そう朝の9時だったら向こうが夜の8時、うん、って感じで今の時期は2時間遅れなんだって。あ、めんど。サマーカーそう、そういうのがあって、だからこっちが朝の9時だった場合向こうが夜の7時みたいな感じになってるから、まあまた編集だね、うん、今回いろいろちょっと話し合っての編集を加えたりとかして、久々にやっぱニックの登場をね、ニックの登場とは利用していかないとってことでね、まあということで、金曜日は基本的にいつも通りラーズイラーズイよ、基本的にね30分から40分ぐらいには収められればっていう形でやってますんで、よろしくお願いします。でどうした今ちょっとしびれた、でこれしびれ今後さ、うん、俺の提案なんだけどさ、ツイッター用にさこの間みたいな L4D のやつをさ、 L4D でいろんなモッド、うん、マップのマップをさ、いろいろあるからさ、じゃあそれはこのユニでやったっていうわけですか。ツイッター用とかでも上げてもいいんじゃない、うん、あれはじゃあ正直ちょっと楽しい実況というか動画で出すというよりかはツイッター、ツイッター、TikTok とかで、面白い、面白いというかもうニックなの、うん、俺はあそこのね、校長先生たちがね、立てこもってるのあれ大好きなんだよ。ランチパーク、俺給食払ってるのに給食でどういうことだよ。ランチパーク、じゃあまるで今ランチパーク。だからね、だからその普段実況してないところも、うん、実況してないところを逆にツイッターに上げるってことをしたいから、うん、俺も今ねバイオハザードのトロフィーをね、てかリメイクの2の方は、はい、この前コンプリートしたのよ、ね、コンプリートしたの必死こいて、で、ね、今セブンのコンプリートしてるんだけど、思いのほかね別に撮影する場所がないっていうね、悲しみだね、もう困ってんのよ、一切撮影せずただ黙々とこう見ながら、ただひたすらつまんねってコンプリートしてって言いながらやってるのがさ、じゃあばさ Apex もさ一応 Twitter とか用になるわけじゃない、うん、やっぱねできるだけね新しいのを持ってたり話題性があるもの、やっぱモンハンとかもそうだけど、あ、そうだね、うん、ああいうのもいいところがあればね、じゃあばコードベインだってそうだ、そうそうそう、そうね、うん、いいのがあればそれはボス戦使っちゃってもいいだろうし、まあ言っちゃえばもう終わってる人いっぱいだからね、まあそれはね、まあね、うん、あれだって周回ゲームだからね、頭おかしいやつは1日で終わらせる可能性があるから、頭おかしいって言うんだよ、得意な人、それいいように言ったらだろう私は曲げないぞ、まあ、ということで、はい、だからツイッターの方もどんどんやってって、かつそうそうなのよ、最近になってツイッター全然更新してないなって時期が結構あったから、そうだね、それを埋めるためにちょっと編集バーって俺もやってあれだけど、もっと気合を入れてやっていこうじゃないかということでござんすよ、おい、はい、画像はお任せあれみたいな状態になってる、うん、俺今フルコン、フルコンができないんじゃ、なんか編集簡単に言うと編集と画像みたいな、サムネ、サムネ、サムネ、リベレーションの買ったんだワン、新品やんけこれえ、下開けるの新品ポチったん、新品ポチったんだね俺さ、あれバイオハザード1を買ったのかと思った、ワンは持ってるもの、そうでしょ、持ってるよ、うん、持ってるよなと思って、持ってないやつだ、別の話なんだけど、純粋にね自分銀行を持っててね私、はい、それがなんか携帯でデビットカードになったのよ、同意しただけでやったぜと思って、それがどうやってちゃんと利用できるのかなってのを確かめたくて、なんか安くてかつ自分が持ってない好きなものないかなと思ったら、あるやんけと思って、これ買ってないじゃんって言って、これそれは俺それ使ったあれもポチったの、さっき話したやつ、うん、違う、あれは別、あれは別か、うん、それ俺確かプレフォード持ってたはず、俺持ってない、ダウンロード版だけど俺安くなってた時のザ・ゴースト・シップ・ヘルが追加されたり、レディ・ハンク・レイチェル・ウーズのこうダウンロードのやつが入ったりっていう、多分分からない人一切分かってないと思う、まあこれは5と6の間の話、こういう感じで女性版ハンクみたいな、実を言うとね、安心してほしい、もう何言ってるか分かんないハンクって誰、ハンクわかんない、処刑人って言われてたんだよね、死神、死神、グギって後ろにグッて回って首ゴキッて処刑人って言われてる、バイオ4のあれマセナリーズやってないからわかんないの、あ、マセナリーズやってない、マーセで頭バーンって打つとさ、うん、レオンだったらさ蹴るじゃない、ああそうね、そう、そんな感じなんだけどハンクの場合うんって後ろ回ってゴキッつって一撃死の確定処刑、確定処刑、そのシーンを使われてるのがオペレーションラクーンシーン、そうね、一番最初
一番最初気になる方はオペレーションラクンシティの声優さんに中村さんいたのかな、ゆうち、うん、え、いたんだと思って俺オペレーションラクンシティ一応全部やったんだけどさ、え、はい、ハンク死んだのって思ったそれでしょ、ハンク死んだのこれ、うん、生きてるよね、死んだっていうハンクはね、そこから出ねえんだよ、そうそうね、そこだけだからね、そうそうそう、ハンクの舞台みたいなさ、ハンクが連れてる舞台みたいな感じで、ハンク、まあ、ハンクとは別舞台だったね、うん、アルファチームとベータチームだったから、うん、一応 BSA 舞台グリセットフィールドとジルバレンタイン、これね本当にね2も今生放送でねやってて多分、うん、てか終わってるかもう、22ということは終わってるね、うん、終わってる、先週明日で終わるから、先週先10日9日と10日でね、9日と10日で終わってるんだけど、それの1なのね、これすっごい面白いの、うん、すっごい2人でやりたいの、でも1人モードなの、ね、1人モードなの、あ、そうなの、そうリードモードは2人できるんだよね、うん、あでね、これね面白いのがね、レイドモードっていうやつがあるんだけど、うん、これが面白いのがさ、2の方とかだとあのバイオ6の面でレイドモードとかってあったりする、うん、そういうのがあって、うえーっつって面白い、結構ねリベレーションはまだやってる人はいるっちゃいるからね、うん、バイオハザードこれね、だからねポチったのよ、で、いいのよ、おいくらだったの、いくらだったっけな、1980円、なわけ3498円、なわけ2500円、うーん2341円、くそニアピンだったのでミキの負け、えリフチン外れもせず、くそ、じゃあ2300円に言っときゃよかったな、まあということでミキの勝ちですね、まあ安かったそのぐらいだろうな、そしたらまあ普通に買えたからこれやけと思って、買い得やんけ、英雄ウォレットを持ってたのもともとね、自分銀英雄ウォレットに、あ自分銀行に入ってるお金を英雄ウォレットにチャージしてアマゾンで買うっていうのができてたんだけど、それやらなくてもいいじゃんと思ってね、直接落とせばいいやだから楽になったってことさ、それで買ったのがバイオハザード、できればね明日荷物届くんだけどね、それも生放送じゃない、ラジオ中にやりたいんだよ、もしあ、はいはい、朝方とか昼ぐらいに届いたらちょっとラジオ撮りたいなと思います、何がこう届くんですか、それは明日のお楽しみ、違う違う、このラジオが終わった後のお楽しみ、え、どういうこと、え、行っちゃうのあれ教えてくれない、うん、それは明日ね、明日の試合お楽しみですね、そう、今週はしてるから、そう、ネルさん後でこれは言えないな、うん、じゃあこっそり LINE を、簡単な方法は一つあるんだ、リプテンのアマゾンを覗けばいいだけだ、やめなさいだってリアクション取らないじゃん、そうなるとなんかリアクション取らない自信しかなさそうな感じがする、うん、この人はねじゃあということでね、まだね時間があるんですけど、今日のお話でも今日の他の議題を、あの今日ね、はい、俺朝方、まあその前の日なんだけどさ、あの夜3時まで起きてたのよ、夜中の3時まで、びっくりしたよね、それツイッターで見て、何お前まだ起きてたのかと思ったよね、ずっとバイオセブンをクソだって思いながら2つトロフィー D に入れて、よしやべやべ明日9時半起きだっつって、寝ねえと寝ようってかって寝て、もうちょっとバンカッと起きて一応目つぶった瞬間2秒後にはもう朝だったからなんかあるよね夜中にさ、あるあるあるよね、えっていう、さあ寝るか、そう、あー今何時だろう、眩しいっつってうわっバチバチっていうところ切るやつで、それでまああのあそこ天皇坂なんだっけ、あそこのテレビ東京がある場所、天皇テレビ東京が天皇図だとね、そうお笑い芸人みたいな、どうも天皇図でーす、すごいアンガールズでーすのノリだよね、それね、シャータカンタ犬お座り、切るなやそこでそこで切るなやとね、テレビ東京がある場所どこだっけな、場所テレビ東京六本木じゃないんだよ、キロッポン、あれとテレビ東京、んあの奈々ちゃんってなんだっけ、テレビ東京だね、だよね、テレ東っすね、あこれだこれなんていうの、うん、これ
あ、天王、天王図だ。合ってんじゃねえか。合ってるじゃねえか、俺。一発目で言ったよ。いや、俺が分からないからしょうがないよ。分かる。だから答えを知らないやつに、そうじゃんって言われても残念でしたね。全部ノーだ。俺が。でも俺、天王図橋って言ったから、ね。うん、橋じゃねえか。まあ、ちょうど橋もあったけどね。天王図アイルって言ってる。アイルもあったけど。まあ、そこの近くで、小林健太郎さん、ラーメンズって言えば分かるかな。ああ、それは。ラーメンズの、ここで聞けば一緒に小林健太郎さんって人がいるんだけど、その人のやってた、展示会やってた。本展って言うんだけど。本本の展示会、写真撮ってきたんだ。写真撮っていいとこもあったから、最初のところとかね。そうそうそう、いいところがあった。ねこれ、小林賢太郎の本展と本公演っていうこのやつがあったのよ。まあお母さんが好きで前行ってて、いいな俺も行きたいなって言ったらまだやってたから行ってきたの。行くべや。ちょ、お母さん2回目です。2回目です。こういうのがあったりね。これ賢太郎さんのモデルとして本とか出てくるんだけど、まあ、これね、綺麗な場所でした。そうだね。で、一応ね、こういうのが、まあ、撮ってるやつ、ね、ほくろと、ふくろとか。かわいい。そうそうそう。まあ、こうやっていろいろ自分が描いたもの、美大なんだよ。だからすごいのよ、絵の独特が。すごくて、こう、いろいろこう回っていろいろ見たり、まあ、グッズ買ったりとかして。何買ったんだっけな、ポスターと何買ったんだっけな。思い出して。一応。お母さんが行った時にマグカップ、うん、あとクリアファイルだ。クリアファイル、クリアファイル、うん、あとくじ、くじ、一番くじ、おみくじをね、一番くじゃん。おみくじを買ったらね、200円入れたらビーって出てきたの。あ、そういうおみくじって言ったら出てきたの、丸大吉ってのがあったの。願望、これでもかというほど願い叶います。健康、ツヤツヤ。恋愛は、恋はいつでも初舞台。学問、これなんだっけ、広辞苑丸暗記。それできたら、それはそうできるよね。できたらすげえな、ね。旅行、あなたが100万人目のお客様です。金運、ラッキーナンバーを過信してみよう。方向、ゴー、ウエスト。勝負、圧勝。強い。で、下に書いてるからあれじゃない？で、下に書いてある人形が大丈夫ですよ。見てますよ。大丈夫、見てますよって書いてある。で、こういうのが200円でもあったからいいなと。面白いね。これむしろさ、そうそうそう、他のやつ見たいよね。見たい。一応お母さんも、お母さん別のやつなんだけど、お母さんね、確かリプテンが丸大吉でお母さんが大吉だよね。大吉、そう、ちっちゃいやつが入ってる。そうそうそう、大吉。そう、これね、小林。お、何これ。弾いて楽しい、読んで嬉しい、大吉尽くしの大吉しかないんかい。癒しいやつ、年柄年中縁起が良いや。あ、お母さんも来てくれた。入って、小林健太郎さんの話だから。店長がなんだっけ。店長が大吉。店長。大吉。願望、フリーズしないで。ちょっと見せて。近い。願望。おじいちゃん。願望の望って普通になってもんだっけこれ。もうちょい読んで。望んだ瞬間に叶います。健康。体脂肪率 2%。 恋愛。目がハートの人をよく見かけるでしょう。金運、ダンスの裏から埋蔵金。交渉、大きなつづらと小さなつづら両方もらえる。旅行、地球の歩き方全巻読破。病、ケロ。治ってないな。イカ同分。だね。イカ同分。あ、その店長さん、店長がやったのが地大吉。恥ずかしい、恥ずかしいに大吉。恥ずかしい、願望、恥ずかしいほど叶います。健康、恥ずかしいほど健康に。恋愛、縁談、大団円。金運、竹やぶから100万円。旅行、いい日旅立ち、まあまあの日到着。方角、東西両、なんてもう俺横綱、東西横綱にばったり。なんだそりゃ。学問、記事ってことは東西に横綱がいるってこと。欲しいままに。勝負、不戦勝。そして下に書いてあるのメロス。走れメロス、ね、やる気ね、メロス、メロス。まあこういう感じで種類がね、まあ、いっぱいすごいね。これいいでしょう、俺ウサギのやつで。うん、花ウサギ、うん、大丈夫、見てますよ。大丈夫、見てますよっていうのがあってね。
まあ、行ってみて正解だね、うん、だってこれ入場料100,000円だよ。100って言うじゃん。1,000円だよ。1,000円、1,000円、大満足ですよ。正直ファンからしたら1,000円は安すぎるよね。しかもその入場料の、ね、もらったやつがしおりなのよ。そうそうそう、どう見ても。あの入場料ってさ、よくまあ、うん、そのチケットみたいな、そうそうそう、チケットかだったらさ、まあ、買ってさ、買って、うん、買って、まあ財布に入れるとかしてさ、まあ、記念に入れる、気づいたら捨てたったりなくしたりするかもしれない、うん、じゃなくてちゃんと利用ができるようにしおりになってるっていうところもまた小林健太郎さんの素晴らしいところだと。心遣いがありがたいよね。ドカさん、あの話してちょうよ、あの話してちょうよ。いい話があったじゃないの、エレベーター、お母さんが1日目行ったじゃん話、ね、でも1回目行った時にあの順番で並んでて、順番でエレベーターに乗るとどうしても降りるときに一番最初に並んだ人が最後に降りちゃうじゃない、うんうんうん、そうすると並んでた順番じゃなく入ってっちゃうなって思ってたら、前の人が先に並んでた人先にどうぞっていう風に言って1番2番とこう並んでたのよって私は思ってたんだけど、うん、今日行ったら違ったよね。ちゃんと店員さんが最初に並んでた方、あの並んだ順にどうぞっていう風に案内してたね。あれはあれは店員さんが言ったんだよ。そうなのかな、違うと思うよ。最初の時そういうのがあったからだって、初日でしょ、初日の一発目で、うんうん、あのお客さんがそういう風に対応してくれて、うんうん、でそれで気づいて、あったんだと思うよ。であの一番初めに並んで買ったどうぞっていう案内になったんだと思うよ、うんうん、俺もそう。だって他のところないよね。ないないない、並んでたのにあれ最後になっちゃったみたいな。だって服装とかさ完璧にさ一般の人だったでしょ、1日目のやつって。多分そうだと思う。今日の時はちゃんとエプロンしたね。そうね。店員さんが従業員の人がいたけどね。うん、だとしたら完璧にその人の影響でだの、ね、なったの。健太郎さんのファンは本当に素敵な人が多いってことがこう身に、うん、しね、うん、身に染みて分かった、ね、感じたっていうところがあるんでしょ。ね、そしてびっくりしたな。そしてあれなんだよね。また次にはラーメンズのね、ラーメンズ小林健太郎さんとジンさんっていう、そうそうそう、ジンさんの個展がまた3月にあるらしい。お、個展個展ね、あのジンさんのね、あのね作るものもすごいのよだけどすっげー独特なの。すっごい苦手な人は苦手、好きな人は好きで、すごいバッサリ分かれる、分かれちゃうんだ。そう、大好きだ。あ、俺も撮ってたわ、しおりね。これが入場券、うん、1日これ買った日、うん、であればあのいつ来てもまた見直し、ね、あ、また後で見直しに来た、いわゆる18時までか、最上入場17時半までは、うん、いいですよ。これはもらった時に私もおおって思ったけど、前にいた女の子もおおって言ったもんさすがだわって感じ。おお、さすが健太郎さん、いろいろ見たけどね。あの、そうそう、あの、まあ、これも別、まあ、ちょっと別の話なんだだから健太郎さんのあれは本当に見てね、1000円だったらこれ行って正解だなって、ね、2回も行って、うん、まあ、これもう安いしね。この時に話してるからもう終わってない、終わっちゃったよ、ね、だって10日で終わりでしょ、10日で終了だね。だからラーメンズ好きで小林健太郎さんのテレビとかのやつが好きな人は本当見に行った方がいい、だって1000円安いからさ。ほう、あ、ジンさんのね、ちょっとえげつないよね。あ、個性でくれた、うん、すごい個性的、好き、この iPhone カバー、ポッドのやつ多いんだけど、iPhone カバー、私の親指くらいの君のお尻、でかすぎるやろでかすぎるでしょ、ね、たまにあのジンさんの出るドラマとかにあのあデスクの上にちょこっと乗っかってたりとかいう時が飾ってあるんだね、うん。まあということでね、その後まあカラオケ行ったんだけどさ、終わってね、うん、で久々に自分 の, あのジョイサウンドのさアカウントを登録してるやつを思い出せるかなって言ってあげたらさ、これでも 5、6年前ぐらいなんだよ作ったのか。あの中村雄一さんにすごいやりやすかったんだね。似てたんだね。めちゃくちゃ似てない？似てるんだよ、それがまたすごく。自分が作ったの？これ俺が作ったやつ、中村雄一さんだと思って作ったの。中村雄一さんじゃん。中村雄一さん。ほら、見て。似てない？似てるよね。あー、アゴヒゲがあるバージョンがすごい似てるの。あ、これアゴヒゲの影かと思った。そうそうそう、
超似てるよね。似てる。あのね、似てる。一瞬なんかあの超似てるよね。友の方が出てきたけど。杉さん。杉さんやん。杉さんですね。まず今日カラオケ行って、まあ、帰ってきて寝たわけ。で起きたらネルさんがいたのよ。Good morning。あ、ネルさんだ。Good morning, everybody。まあそれで生放送したって感じかな。今日の一日ってこんな感じ。朝からハードだった。ハードだったね。まあでも楽しかったよ。ケンタロウさんのこれ近かったしね、場所がね。心地よい疲労とはまさにこのことですね。仕事の疲れとかじゃなくて。そう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 。まあ写真撮っていい場所があったからさ、それは全部写真撮ってね。入り口だけね。そうそう。ちょっとだけよ。全部撮ったらまずいからね。怒られちゃうからね。まあということで、おい、今回のラジオはここらぐらいだね。もう30分だね。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。ということで来週は29日、まあまたこの話をしようや、ね、残りのこれ話したのことあと丸々だね。来週は何をやるかもう言っちゃう、言っちゃおう。来週はこの丸々をしますよ。バシッと。じゃあ私から提案の、私から、うん、はい、今公開中の映画でもいい、公開予定の映画でもいいし、公開中の映画でもいいから、自分が見たい映画ってのを。おお、なるほど。好きな映画とかじゃなくて、もう見たい、これは見に行こうっていう映画です。おだ、お願いします、うん、あの多分あの明日撮れたら撮るからみんな決めといて。じゃあアベンジャーズリターンズとか。うん、いやそれ予定でも何でも願望だよね。してくれと。ただの願望だもん。あれしねえかな。お願いになっちゃったね。あのコマンドとかじゃは別にオッケーだ。まあね。そしたらね、もう SAO の新しい映画出ねえかな。でも出そうだよね、またね。出そう。ぐらいなら。でも正直今度は見に行った。今度は見に行った。なんか何言うか分かりそうだな。なんとなく。そう。あ、今もう行ったね今ね。あの辺の映画だな。いや俺ちょっとあの変化球つけるわ。オッケー。ちょっといろいろ探してみる。じゃあ楽しみで待ってるよ。僕は余計なこと言ったの俺は。そうでもあれしかないな、うん、シンゴジラ終わったやんけ。パート2じゃん。パート2リターン。多分今度はマフィア勝ちた。今度の相手はマフィア勝ちた。怒られる。多分負ける。怒られる。じゃあということで、はい、来週はまるまるでマルマルをやって、あとまた今回みたいに月から木まで投稿したスケジュールを話そうじゃないかということで、よろしくお願いいたします。じゃあということで、はい、リペントミキとトコさんと終わっちゃった。4人だからすぐ言ったわ。だって実クスで言っちゃった。まあそうなるよね。あるあるですわな。そうなんだよね。はい。はい。いつも最後に言ってもらう。それもそれで、また。あり。癖ってそうだよね。